はい、皆さん、こんにちは。はい、ということでですね、本日、11月24日ということになりまして、本日は、ハッピーフライデーということであるけれども、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、私はですね、えー、先週ぐらいから喉を痛めまして、えー、まあ練習のやりすぎでおそらく免疫が下がったんですけども、そこから、約1週間、 ちょっと経ったんですけどもまだちょっとね喉の喉だけあのー、治らずにというかまだ長引いていてだいぶよくはなってきてるんですけども夜夜寝る時にね咳が止まらないんですねあ困ったもんだなと思うんだけれども、えー、ここで、えーまあ、全てね、あのー、コロナインフルいろいろ全部検査したんですけども全て陰性だったので。

もう40日切ったんだ。あと38日なんですけども、えー、試合までですね <laughs>、えーまあ、なんとか今週中には直してですね、まあ、残り私の計算では、えー、3日の週からですか3週間を、えー、自分の中では追い込みというか全集中というかという週に、えー、当ててまして。えー まあ来週一週間は、まあ、そのための週というか、しっかり体を作っていくっていうふうな、えー、週に、えー、最近はしてるんだけれども、えー、まあ年齢を重ねて昔は8週間ぐらい追い込んでたんですけど、ちょっともう今は3週間ですね。えー、だけ追い込めばいいかなというふうに。 思っているんだけれども、え週末皆さんぜひね、あの、今喉流行ってるアデノウイルスですかとかいろいろ流行ってるらしくてですね、あの、喉痛めてる人が結構多いので、え体調の方を皆さん、えご管理していただいて、ご自愛していただければ嬉しいかなと、そういうふうに思ってます。はい、では皆さん、今日も一日、素晴らしい一日しましょう。ありがとうございました。